あんだよ、まだ全然あと1本昨日買ってきたから。タバコは後で2箱でいいか。いや、アンチコメの処理スキルなんか全然上がってないよ。俺のことはいつもみんな、クソみそに言ってくれてるから、まあ、いつも通りだなって思ってるけど。いや、金あれじゃねえ。じゃ、そのぐらいはさ、若干。その分、一日一食にしてんだから。ね？協力組んで、ね、飲む酒は最高。お前、ほんと、いい加減してまだ降りてねえんだからよ。な？これ降りたら、俺、すげえドヤ顔だけど、カツカツなんだよ。この間だって、10日の日に、な？俺、キャスで俺に入金されたの14万円だからね。1ヶ月で。なあ。いや、確かにな、こぶのりな。カツカツなら酒とタバコはやめるで。確かにそうだな。ちょっと待って。やっぱ飯食うとヘが出るんだよね。いや、うんこは出てない。俺、タバコやめた方がいいのかな。ドリカじゃねえから。ダメだ、俺よ。てん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 てれねんてんてんてれねんてんてんてん。引火はしないよ。ケツ花火とかやらねえから。漏れてねえから。そらまみいらっしゃい、こんばんは。いや、下痢じゃないんだよ、もう。最近飯食ってっから。一日一食は。180入ったら何する？貯金。絶対貯金。絶対使わねえ。もうだって俺欲しいもんねえもん。マジで。欲しいもんないんだよ、もう。俺。いや、まあ、もちろん、松田。支払いだろっていうのは、そっちはそうだけど。チャンマン、こんばんは。おい。山田が来たぜ、おい。どうした、山田。私も、楓ちゃん、こんばんは。いらっしゃい。だから、オッパブは俺言ってるって嘘ついてるだけだからね、言ってねえからな。ツケを払えばかで、どこにツケがあるんだよ。ツケはないよ。飲み屋とか、そういうのは。貯めてる借金は、もう、精算お電話くれませんね。始まったよ、ほら。なんだよ、やきもちかよ。俺は忙しいんだよ、意外と。おいちゃんは。ん？なんだよ、俺なんかお話あんのかよ。いいで、別に。山ちゃん、ここで。なあ。貴一君から、俺には全くないから。もう俺とは縁切るって言われてっからはもう、まあ、しゃあねえなって。ゼロワンにホテルで捨てられて？いや、リティは別に男に捨てられるとか、そんなことは、どうも、ないでしょ？と思うよ。
あたいの抱えになってくれるって。キーちゃんが？おお、よかったじゃねえかよ。そんなことを俺に言ったって、俺とは一切もう連絡もつかねえんだから。な。もうそんなこと言ったって、しゃあねえんだよ、もう。どうもなんねえんだから。な。匿名さんありがとう。その山田偽物だよ。ナムル、決まった。あらす。そう、俺だって着信ねえから。だって山田が電話出てくんないっつって、これ見りゃわかるだけだから。うん。いや、俺は別にいいのよ。うん。まあ、本物か偽物か、俺は知らないよ、女の。どっちでもいいんじゃない？うん。それをやったからってどうなるか、ね。いや、騙されてるわけでもなくて、あ、そうなんだ、よかったね、っていうだけ。てか、本当にリティ好きなの？誰が？俺が、嫌いじゃねえけど、うん。いや、全く釣られてないよ。だって、俺の、この、見れば、こっちに、名前のケツにアカウントが出るから、あ、これ偽だなって思って、でも乗っとこうかなって思うだけ。わかんべや、そんなの。本人の本赤かどうかぐらいはよ。だから、釣られておいたら面白いだろ、っつうの。なあ。うんよ、それはロットがねえと。そうなんだ、よかったねえって。うん。そりゃそうだよ。普通に。メインの、ID のケツに本当のアカウントが出るから。うん。いや、後付けじゃねえよ、こんなの。あのさ、悪いんだけど、18年も放送やってる俺に、後付けとか言うの。ガンちゃん。お前、よっぽど、ネジ緩んでんで。ああ。だからわざと、俺、お前らに、山田来たぜってわざと言ったんだよ。偽物って分かってるから。え？無理があんの？そうだよ。そうしたらお前らがみんななんて言うかなっていうのを見てただけ。あれは楽しいじゃん。釣られないよ、俺は。だって用事があるときは、LINE かけてくるから。うん。電話出てくんないと。まあ、無理があったらそれでいいんじゃないの。じゃあいいじゃん、俺が女にモテねえんだから。な？フィッシング詐欺に引っかかんなかっただけよかったじゃんかよ。な？うん。だからこれで分かっちゃってんじゃん、もう、たった何分かの間に。はい、お疲れさんで。うん。まあ、なんか連絡来るときは来るだろうけど。嬉しそうな声出して間抜けだね。そりゃ嬉しそうな声出したら、お前らも乗ったなって思うじゃん。うん。
そんなに浅い釣り針には引っかかんないですよ、私は。何年やってると思ってんすか。猫様も配信してるよ。あ、ベンキマン、猫様にサングラス返してって言っといて、俺の。うん。あいつか、笛、二人、どっちからかな。笛か猫なんだよ。泥棒はやめてね。うん。半々なのに言い切ったの、中村。言い切りゃ俺じゃねえって笛が出てくるかなと思ったのに。見てみ。ここ最近笛一切俺のコメントに出てこなくなったよ。ってことはまあ笛なんだろうな。ってことよ。うん。な。もう面も目も割れてんだから。笛いなくなってんだろ。泥棒だから。ああ、泥ったんだよ。いや、こんな二枠開けりゃ一回ぐらい来んだろ。一言もねえぞ。今日三枠目だぜ、これ。一回も来ねえんだよ。時間変えて開けても来ねえんだよ。ああ。こっちがこれだけディスってんだからよ。俺じゃねえよって。何言ってんだよって。うん、泥棒だから。うん。もう面割れてっからね、俺ら。うん。もう出てこれなくなっちゃってんね。泥棒だよ、だから。じゃなかったら言ってくればいいんだよ。現任してる人はいるからね。やっぱよ、人のものは取っちゃいけねえよ。うん。しょうがねえよ。だから持ってけば持ってったでもいいんだけど。ただ、ずーっと泥棒って俺は思ってるから。こいつ泥棒だよって。それだけ。うん。いるんだよ。その人のことを言うと、その人の迷惑かかるから。不思議と佐野さんは絶対泥棒はしないね。違う。欲しいもんは自分で買うよ。そうだよな、あんな4万5、6千のよ。なあ。サングラス持ってって何すんのかわかんねえけどよ。わかんねえけどよ。ゲリゲリのスピーカー持ってきたよ。うん、当然。でも、もらったもんもらったもんっていう。で、返してって言うんだったらもう取りに来いよっていうだけ。別に。今使ってねえけどな。うん。パクってねえから。うん。うん。もうゲルゲの話はやめてあげて。かわいそうだから。うん。ね。
あげるとも言われてないよね。まあ、あげるとも言われてないけどね。ゲルゲのタバコ勝手に吸ったよな。もうさ、はいはい。どうでもいいです。なんでもいいんだけど。いや、いいよ、取り来いよ。うん。そんなもんいらねえから。こんなクソスピーカー。うん。ゲリゲはまだ一人者ですか？知らねえよ、そんなの、いちいち。こっちは気にしてねえよ。あんな女がどうなろうが。知ったこっちゃねえよ。薬でもラムネ食って寝てんじゃねえの？そりゃそうだよ、おめえ。用事ねえし、俺はね、未練も全くないし。あとで本当に俺コンビニ行ってこよう。俺4時間終わったら。4時間終わったら。コンビニ行って、今日何弁当があるかな？時間だよな。本当に未練ない、ないよ。うん。いや、まだ終わんないだろ？何番の後。うん。お店行きたいのですが、いつ、いや、開店しないんで。はい。あんたたち行くわよ。いいわね。デビ、あと8分か。じゃあ、8分終わったら、もう一発枠開けてやるよ。ああ。まだ全然酔っ払ってねえから。アイスと、ロックアイス一袋と、タバコ二箱と、弁当一個なんか、あったら買ってくるぐらいか。うん。なあ。マルコさん、店を辞めるのならお金を貸せませんよ。これは本人かどうかわかんないですけど。もう飲んでるよ。うん、ずっと。マルコに返事せよって。だから、ああ、まあ、じゃあ、まあ、しゃあねえなって感じ。うん。いや、俺は貸してくれるっていう話だったから、そっか、じゃあ返済どうやってやろうかなとかいろいろ考えてたけど、うん。うん。これ本人なのか俺わかんないけどね。うん。ニセリティ。はいよ、特命さん、ありがとう。いや、落ち込んでないよ、全然。俺、いつも通りだから。うん。いや、水道水の水割り、ここまで飲めるやつがいるんだったら、見せてくれよ。うん。ね。いいよ、別に。じゃあ、コブノリは飲めばいいじゃん。森に、床に頭をこすりつけて土下座して借り、借りな。それで、森吉幸が、俺に金貸してくれんだったら、俺いくらでもやるよ。うん。うん。
もう俺全然、そんな恥ずかしいと思わねえもん。うん、そっか。いや、家まで行く金がねえじゃねえかよ、俺が。うん。ねえ。まあ、そういうヒッチハイクとか自転車で行こうぜとか、そういう君たちの、そういうのは、そういうの関係ないの。佐野は、労役行くか行かないかの問題だから。で、パーンって決めてくれるか決めてくれないかだけの話だから。うん。それだけです。いちいち、なんか、お金を借りに行くのに、歩いて行くの？電車で行くの？アホか、お前。アナログみたいなこと言ってんじゃねえよ。なぜ僕が連絡を絶ったのか聞いてないんですか？全く聞いてないんで。今、じゃあ LINE かけていいですか？放送中ですけど。マルコさん。いや、パルパルは全然関係ないでしょ、そこに。いや、今はダメですよ。おかしいじゃん。なんでダメなんですか？だって、俺んとこにコメント打ててんだから暇でしょ？いや、仕事中なのになんで俺んとこにコメント打ててんの？何パルパルがそこに出てくるのかよくわかんないんだけど。俺そういういろんなやつの絡みがある人とは、ちょっと無理かな。うん。誰々が何々言ってるから。だって俺と、ね、マルコさんの個人的な話で、放送外で話してる話を、マルコさんは放送で言ってるわけじゃん。ちょっとがっかりしたけどね。まあ、しゃあねえなって。いや、パルパル関係ねえから。うん。もういいです。はい、下がってください。うん。頑張ってね。もう二度と俺関わることないと思いますんで。結構です。めんどくせえなって話。もう俺は頑張んねえ別に。なんで俺が頑張んなきゃいけないんだよ。って意味わかんねえよ。うん。ザクザクって言ってんじゃねえよこの野郎。てめえの放送のことだけ考えやがってよ。